曲馬団の魔王でのタラオバン番イタラオバン番イは、久香る部原作、脚本のミステリー映画シリーズ、および同シリーズの主人公である、架空の探偵の名、七つの顔の男シリーズ、または、藤村大蔵シリーズと呼ばれることもある。片岡智恵蔵主演で、1946年から1948年に、大映画4作品を、1953年から1960年に、 東映が7作品を制作し、工業的に大成功を収めた。地位像画7変化の活躍をするという痛快無比な面白さが大評判となり、特にクライマックスの名台詞、ある時は、またある時は、しかしてその実態は、は、多くのファンによって模倣された。昭和42年には、7つの顔の男の題名で、テレビシリーズ化される。制作は、ネット。 久香織部の原作、高木ジョージが主演した。昭和53年には、伴いうちファン世代の小池和夫作、石森章太郎がによる、劇画、七つの顔を持つ男たらお番内が発刊。同年には、東映画、小林明主演で、リメイク映画を制作して二代目シリーズ化を目指したが、二作目が、工業的に成功せず、シリーズは打ち切られた。片岡智恵蔵が演じた、 タラオ番内を、林家菊王が頻繁に真似をしている。また、漫画家のバロン吉本も熱心が止ないファンの一人で、あり、2005年に出版された、タラオ番内、七つの顔の男、関定造、著、林家菊王、編ワイズ出版には、林家菊王と共にイラストを寄せている。初中には、著者の関定造を加えた三人での定談も収められている。 音楽家の大竹栄一は編名として使用した。昭和21年、日本を占領中の連合国軍、最高司令官総司令部は、日本刀を振り回す剣撃は、軍国主義を煽り立てる危険があり好ましくないので、禁止するとの通達を出した。以後、連合軍の占領中は、剣撃が制作できないことになり、時代劇制作が中心であった京都映画界は、大いに動揺し、 対応策を迫られた。大英の時代劇脚本家である、久香る部は、時代劇の大スター片岡知恵造のために現代劇を書くように指示され、試行錯誤特進の末に名探偵、タラオ番内を主人公とする七つの顔の脚本を書き上げた。時代劇のチャンバラは拳銃による銃撃戦に置き換えられた。こうして、松田貞治監督、久香る部脚本、 片岡智恵蔵主演の黄金トリオを中心に映画、7つの顔が完成した。内容は智恵蔵が七変化をするミステリ活劇というものであったが、冴えない人物に扮する場合が多いためか、死者の評判は良くなかった。しかし、映画が封切られると大変な大評判となり、大ヒットを記録して、以後はシリーズ化されることになった。久脚本、松田監督。 片岡主演のトリオでは、横溝正史原作の近大地光介シリーズが本格推理路線を、タラオバンナイシリーズと日本 G メンシリーズがアクション路線を分担し、いずれもドル箱シリーズとなった。ところが、タラオバンナイシリーズは、工業的には大成功しつつも、映画批評家の間では散々な悪評であった。などであった。ついに、永田正一大英社長は、 たらをばんないものなど幕愛のつなぎであって、我が社は今後もっと芸術性の高いものを制作していく所存である。と言明した。これに対して激怒した片岡智恵蔵は、わしは何も好き好んで、こんな高等無形の映画に出ているのではない。幸い工業的に当たっているので、大英の経営上のプラスになると思ってやっているのに、社長の地位にあるものが、 幕愛のつなぎの映画とは何事だ。もう伴いうち物は絶対に撮らない。大英との契約が切れたら再契約しない。と断言した。こうして知恵蔵と永田社長は決立し、大英の伴いシリーズは工業的に成功しつつも、7つの顔、13の目、21の指紋、33の足跡の4作品で打ち切りとなった。確かに批評家たちが言うように、 タラオ番内ものには、高頭向けな印象がある。しかしながら、対戦後の貧しい復興期にあって、多くの観客は映画に対して、理屈っぽさよりも、むしろ理屈抜きの痛快さを求め、それが、タラオ番内の大ヒットにつながったと考えられよう。本校の冒頭経緯から、七つの顔クランクインまでは、難航し、会議と打ち合わせを繰り返して、企画案が固まるまで時間を費やしている。 戦争で上映禁止処分にされていたハリウッド映画が占領政策のプロパガンダ一環から続々と上映される中、片岡智恵蔵は久香留部と直接の打ち合わせに際しては敗戦から疲れた人たちが見て元気になる映画にしたい。と抱負を語り、不慣れな現代劇から手探りの役作りに鏡へ向かってソフトボールを斜めにかぶり二丁拳銃の演技を 稽古していた様子などを、坂井健が10回し証言している。送り出した老作は、映画館でアクションに歓声を呼び、口頭無形な描写や破綻した設定に、笑いは溢れる、娯楽作品となった。他社のヒット作を欠かさずに見て、流行傾向を探っていた、片岡千恵蔵が、試行錯誤から送り出した、このアクション無国籍活劇の娯楽映画は、後遺跡した投影で続作に、 ギャングや薬剤映画などへ連なった。戦後復活した日活では、様々な制約からしばらくは低予算の娯楽コメディや文芸作を制作していたが、1956年のヒット映画、太陽の季節、狂った果実などから、財力拡大で類似したアクション無国籍活劇を次々と送り出している。大英時代の作品名にはいずれも数字が含まれており、 数が増してゆくという趣向が見られた。また、大英時代の作品は、後の東英時代に比べて、筋書きがリアルであったとも言われる。大英作品の常連であった、北川千鶴は、東英作品でも2度起用され、知恵像以外では、シリーズ最多の6作品に出演している。長田の言葉に激怒した知恵像は、久吉武らと共に、近代地光介シリーズで縁のある、 東横映画へ移籍した。昭和26年に東京映画配給が東横と大野泉映画を九州合併し、東映が創立されると知恵蔵は取締役に就任し、市川歌右衛門と共に重役兼トップスターとして会社を牽引していくことになった。以後の知恵蔵には経営者としての視点から映画作品を捉える姿勢が見られる。ほどなく、 占領時代は終わり、剣劇が解禁されることになるが、タラオバンナイや、近代地光介、日本 G メンなど、知恵蔵、久、松田達ちトリオが戦後に開拓してきた、大好評の現代劇シリーズも、東映で引き続き活かされることになった。昭和28年、タラオバンナイシリーズ再開第一作、片目の魔王が、久脚本、佐々木康史監督、知恵蔵主演により、 東映京都撮影所で撮影され、花屋小菊、千原忍、原賢作、加賀国夫、神道英太郎ら東映時代劇初期の常連俳優たちが出演した。もともと、タラオ番内などの現代ミステリー映画は、剣劇禁止期間の代替作品であり、大映時代から京都で撮影されてきた。しかし、重役となった地位像は、京都撮影所イコール時代劇、 東京撮影所イコール現代劇という役割分担を考慮したと考えられ、再開2作目以降は全て東映東京を撮影所で撮影されることになった。東京撮影所に移ってからの出演者は、高倉健、南原真治、橋間進、中原瞳、江原慎次郎、佐久間良子、あたか子、中村雅子、山本林一、牛健二といった東映東京の新人俳優たちが、 多く出演、東映作品での相棒、大沢警部は、宇佐美敦也、山形くんなど、東映東京の常連たちが交代で演じている。仇役の犯罪団のボス役は、名優、新藤英太郎が当たり役。また、かつての黄金トリオの松田さだじ監督も、東映随一の監督として活躍し、伴いうちシリーズも何本か手掛けている。東映時代の作品では、 昭和30年の3作目、早草の魔王が特に評価が高い。日本映画極世紀である昭和33年の東映6作目、13の魔王では、シリーズ初のカラー大画面の東映スコープとなり、大女優の高峰美恵子がヒロイン、国際的名優の志村隆が、早くの悪党を演じるという豪華キャストであった。内容的には、 大英時代が試行錯誤の時期で変化に富んでいたのと比べると、東英時代はより定型パターン化が進み、さらに娯楽色が強まった。主人公自身の描写も、大英時代は陰影のある人間味を出していたが、東英時代の後期になるにつれて、完全無欠なヒーロー像が固定化していった。それとともに、同時期に制作されていた、東英時代劇における、 知恵像の18番となった演山の金山シリーズとは互いに影響を及ぼし合ってゆく。演山の金山がタラオ番内のごとく次々と変装するかと思えば、タラオ番内は事件の大断円において演山奉行のお知らせを思わせるような一段高いところから悪人どもの罪を裁き、金山が桜吹雪の入れ墨をあらわにするがごとくにタラオ番内は 変装を繰り捨てて、正体を表すという具合である。もともと伴いうちシリーズは、時代劇のチャンバラを拳銃による、銃撃戦に置き換えたものであるから、両者は同類のものと見ることもできる。ちなみに、東映、近代地光介シリーズの三つ、首都でも、市営蔵が演じる近代地光介は僧侶に変装し、大団円で、パッと変装を繰り捨てて、 近代地の正体を表している。クライマックスの銃撃戦のシーンは、大英時代のシリーズ初期から、しばしば批判の的になっていた。チャンバラで刀を振り回し続けるように拳銃をひたすら撃ち続ける描写に対して、途中で銃弾の装填の場面がないのは、不自然だというものであった。そこで、シリーズ後期では、できるだけ玉込めの場面を盛り込むように工夫された。ハヤブの魔王では、 銃撃戦の最後に装填する銃弾が尽きて、主人公がしまったと漏らした直後に、警官隊が到着して助かるという演出の工夫が見られた。また、敵の銃弾が発射されてから主人公が身をかわすのが不自然だという批判もあったが、これはあえてリアルでない描写をすることによって、映画の面白さを引き出そうとする、松田貞次監督の演出術であった。昭和35年、 東映7作目、7つの顔の男だぜをもって、片岡智恵蔵主演のタラオ番内シリーズは、事実上終了した。シリーズ終了の理由は不詳である。周辺状況としては、東映も、観客動員数1位の映画会社にのし上がって、経営も、順調に軌道に乗り、若手スターも台頭してきていた。また、東映創立以来約10年間、智江像は、重役兼、トップスターとして、 年間10本以上の作品に出演して、フル回転で働き通し、年齢的にも体力的にも限界に近かったと考えられる。これらにより、知恵像が第一線の主役から知り潮時であったと思われること、高等無形という国評を受けながらも伴え、うちシリーズは工業的には成功したが、すでに人気のピークは過ぎたこと、などが挙げられる。 昭和53年、タラオ番内シリーズを見て育った世代の小池和夫、石森章太郎によって劇画家作品、七つの顔を持つ男タラオ番内が世に出る。これを受けて、東映はリメイク作品の制作を決定、脚本には、久野弟子である高田浩二、主演二代目には小林明が起用された。同年のリメイク一作目、タラオ番内は、初代、 知恵像版の設定を踏襲しながらも、小林明が流しの歌い手になってギターで歌うという知恵像にはなかった新思考を見せるなど好評であった。小池、石森の劇画が原作ということにしてあるが、劇画のような二人のタラを伴いという設定はなく、筋書きは1955年の投影作品、タラオ版内シリーズ早草の魔王を再構成し、脚色した。 同年の2作目、タラオ番内鬼面村の三劇も老婆に分けるなど、意欲的な面が見られたが、舞台を乾燥に限定するなどの試みがうまく、行かなかったのか、工業的に失敗し、リメイクは2作品で打ち切られた。以後は全く映画化されていない。タラオ番内シリーズは、それぞれ1作品で話が完結している。初期の大英時代にはストーリーにも試行錯誤の変化が見られるが、 東映時代の後期になるにつれて、定型パターン化していく。地位像版の定型ストーリーは、以下のようなものである。タラオ番内は、タラオ探偵事務所を解説するひょうひょうととぼけた感じで、風災の上がらない、私立探偵である。いつも、ユーモラスにひょこひょこと歩く。怪事件が発生すると警察を訪れて、情報交換をしながら、調査を開始する。変装の趣味があるのか タラオ番内は、調査にあたって次から次へと違う、謎の人物に変装してゆく。彼が変装するのは、タラオ自身や、固めの運転手、セムシの男のような、さえない人物か、手品好きのキザの紳士、奇術師、インドの魔術師あるいは、中国の大富豪のような風変わりな人物が多い。映画の観客から見れば同一人物であることは、一目瞭然なのだが、 なぜか他の登場人物たちには少しも気づかれる様子がない。タラを及び彼が変装した5人の人物の調査、工作によって事件はかき回され、解決するどころか、かえって事態は複雑化して、それに巻き込まれてしまった人物が死に至ることすらしばしばある。こうして、伴いうちは事件に関連する人物群を網羅的に掌握し、彼らが大団円の舞台へ集まるように、 誘導工作をする。友内による工作の効果によって犯罪一味や被害者たちが大団円の舞台へと集まる。友内が化けた謎の男を前にして犯罪一味のボスが問う。こううや、否や、謎の男は自身の紛争を剥ぎ取って真の姿、藤村大蔵となり、事件の真相を解説した後で二丁拳銃を構えて犯罪一味と銃撃戦になる。 タラオあるいは被害者などから通報を受けた警察がパトカーで駆けつける頃には藤村大蔵が勝利を収めている。ラストシーン。犯罪一味が警察に捕獲されている間に藤村は悠々とオープンカーで去ってゆく。救出された被害者が藤村に礼を言おうと追いかけると車はすでに遠ざかり、後には藤村が死を書き残した紙片が木や塀に貼り付けられていて、 被害者は感銘を受けて物語が終わる。タラオ番内シリーズのポイントは主演が次々に目まぐるしく7変化をするという思考にある。7変化で変装する人物たちはタラオ番内自身を含めて風采の上がらない人物や奇妙な感じの人物が多い。ところが事件の大断言で 謎の人物が変装をかなぐり捨てて殺走とした藤村大蔵の正体を表すと、主演の二枚目差がより際立つという仕組みである。タラオ番内の正体。大正6年3月20日生まれ。かつてはアルセーヌルパンのごとき、怪盗新士であったが、後に改心して義教心により、正義と真実の使徒として、社会のために活動している。 神出鬼没な変装の天才で探偵も開業するという設定は和製アルセーヌルパンそのものと言ってよい。このため私立探偵、タラオバンナ内は無報酬で事件を解決することになっている。7変化の変装人物たちをヒサカオル部脚本の登場頻度順に示す。数字は作品順番。7つの顔を持つ男、タラオバンナ内に関するカテゴリー。ありがとうございます。